京都一家が夏休みを利用して沖縄に行く話だよ。みんな最後まで見逃さないでね。翔太の楽しい夏休み。これで一学期最後の授業終わりにします。さようなら。やっと一学期が終わったよ。夏休み何をしようかな。旅行、プール、ピクニック、いろいろあるな。ただいま。今年は沖縄に行くのよ。そうよ、沖縄に行って大きなプールに入って綺麗な海にも入るのよ。そして美味しいご飯考えるだけでうだれが出てくるよ。あー、早く行きたいな。はーい。うわー、大変だ大変だ。どうしたのよ。沖縄に行くって言って大きなホテルに泊まるでしょ。それで僕たちの泊まる部屋がいっぱいで違う部屋になったんだ。でもその部屋は僕らが泊まることになっていた部屋より3万円も高いんだ。うわー、どうしよう、沖縄に行けない。何を焦ってんのよ。お母さんのお金でなんとかなるわ。3000円しかない。私はお小遣いパーよ。お父さんは競馬で吸っちゃった。僕108円、全部で5000円にもならないや。ああ、困った。そうだ、包み補給して儲けよう。翔太らしい考え。でも旅行に行くまでそんなに儲かるわけないでしょ。でも家族みんなでやれば、そうか、家族みんなでやれば儲かるわ。でも子供は商売したらいけないんだよ。大丈夫、変装セットがある。翔太はこういうことだけに頭が働くのね。一週間後。わーい、たまったたまった。さあ、行こう。いやー、楽しい夏休みが過ごせそうだよ。その頃、沖縄では。沖縄に行くと雨が降っててみんなびっくり。というわけで次回はこのお話の続きです。みんな待っててねー。